大谷世代日本代表、強豪アメリカに勝利した。強化試合、日本代表 VS アメリカ代表。藤田ジョエルチマがボランチとして圧倒的すぎるのだが、応援遠藤で藤田の出場機会減らすのもったいなさすぎる。アメリカは前線プレスがかなり短期やな。高いジョエル川崎には難易度低い。堂安といい細谷といいしっかり詰めるとこ詰める動きするの本当にキーパーからすると嫌だろうな。日本からしたらアメリカ代表に強いイメージないけど FIFA ランキングはずっと上にいるよな。アメリカが思ったより弱い。せっかくの強化試合なんだから強いチームの方がいいのに。日本が強いのかアメリカが弱いのか。なお日本のスタメンがこちら。ゴールキーパーはザイオンでなくブライアンとなった。国語レオブライアン守備範囲広いな。ここは明確にザイオンが追いつきたい側の部分に思える。わかんないけど国語くんはハイボールの処理も見てて全然不安にならんよね。安定感すごい。自分的にザイオンの評価が下がったというか国語の評価がかなり上がった。やっぱ必要なの遠藤じゃないって。